シャンプーやリンス、洗濯用洗剤などさまざまな商品で展開されている詰め替えパック。皆さん使った後はどうしてますか？そのまま捨てます。洗ったりはしないです。でもそのままゴミ箱を洗捨てないなと思います。今や販売されている容器の8割が詰め替えパックなどになっているといいます。 詰め替えるだけでもエコには貢献しているのですが詰め替えパックのゴミは出てしまいます廃棄物になったフィルムをもしろん集めて再生の処理をすることでまたフィルムの原料に戻す神戸市と民間企業16社による神戸プラスチックネクストのプロジェクト彼らが目指す次世代のリサイクル方法とは今年9月 P&G 小林製薬など数々のライバル企業が一同に会し神戸市と共同で記者会見を開きましたしま彼らが目指すのは詰め替えパッククの水平リサイクル従来のプラスチックリサイクルでは別のプラスチック製品に何度か作り替えられた後、最後はゴミとして燃やされています。 一方水平リサイクルは使い終わった製品を回収加工してまた同じ製品として生まれ変わらせる試みです例えばペットボトルでは水平リサイクルに取り組みすでに流通している商品もありますはるかに効率的に。 CO2 は出しませんしゴミも出しませんし新しい天然資源を使いませんっていうのが水平リサイクルのポイントですね、うん、今回プロジェクトに参加している詰め替えパックの販売メーカーは10社です消費者から多くの詰め替えパックを集め水平リサイクルの実用化に乗り出すには協力が不可欠でした なかなかやり弊社だけでは難しいというふうに考えてましてリサイクルできるような社会環境技術が合わさって初めて水平リサイクルというのはできるのかなと思ってましてですねこういったプロジェクトがあれば協力し合って成功させたいなと思ってます回収容器は神戸市内のスーパー合わせて75店舗に設置されました1か月の目標はおよそ420キロですが 集まった詰め替えパックは34キロほど回収された詰め替えパックは別のゴミが混ざっていないかなど手作業で確認していきますまだプロジェクト始まって1ヶ月というところで、まあ、仕方がないのはありますけど量としてはまだまだかなと思っています事業として継続していくには年間数千トンの回収が必要になり多くの自治体の協力が必要だといいます さらにこの事業を進める上での最大の課題はこの後のフィルム化と呼ばれる工程にあります詰め替えパックは素材の異なるフィルムが重ねられて作られています水平リサイクルをするにはその中のポリエチレンだけを抜き出す必要があります機械で洗って粉々にした後特殊な技術で できる限り不純物を取り除きポリエチレンの粒を作りますこれを溶かして薄く伸ばしフィルム化するのですがいろんな素材が入っているがために 質に溶けなくてこういったあの粒が残っていくとでこの粒が引っ張りながらこう出していくんですけどもこの粒が邪魔をしてそこが起点になって穴が開いていくとこのフィルム自体にすることが最初からまあ難しかった完成に近づきつつある水平リサイクルから生み出されたパック中身を入れても漏れ出さないかや衝撃などのアクシデントにも耐えられるかなどの検証を経て2年後の実用化を目指しています。 これやらないと今後人々生活が続いていかないだろうという危機感はあの顔もそうだし他のメーカーさんも持ってるんじゃないかなと思いますだからこそ手を組まないとあの将来続かないと思ってやるエコなイメージの詰め替えパック企業の垣根を超えた取り組みは消費者に広く浸透し環境を守るための次の一手となるのでしょうか